画面の奥の皆様、こんにちは、どうも、カノショーでーす。おきり！はい、ということで、先日ツイッターには上げさせていただいたんですけども、なんか肋骨付近をやっちゃいました。はい。で、なんかそこで結構、体重がとか、ね、最近そういうコメントがちょっと多いんですけども、簡単には痩せれないですからね。正直。はい。まあでもね、今日はちょっとね、もう皆さんには初めて紹介するんじゃないかということをやるんですけども、僕12月から皆様のおかげで、収益化を達成することができて、ほんのわずかですけども、やっぱお金が入るようになりました。ということで、吉本興業から、給料明細が久しぶりに届いたんですね。やっぱその YouTube をやるにあたって、ちょっと漫才もやっぱお休みする期間があって、で、本気で YouTube をちょっと、まあ、何ヶ月かやろうと思った期間があって、それやって、まあ、その間は吉本興業から、明細みたいなのは来なかったんですね。お給料振り込みはなかったんですけども、やっと12月収益化されて、4月21日に来ました。な、4ヶ月遅れ？だいたい4ヶ月遅れですよね。はい、で、そこで来て、まあ、だから今月4月に12月分の給料が入ったっていう感じになってます。それをね、ちょっと見せて、行きたいなと僕は思ってるんですよ。これいいかわかんないですけど、まあ、僕はやろうかなと思ってるんで、はい、ちょっと見せますね。はい、まあ、モザイクはかけますけども、まあ、こういう感じで明細が届くわけですよ、吉本から。で、ショートハンド、このショート動画で僕結構そのチャンネル登録とか増えたんですね。で、それでまあショート動画でのなんか報酬金みたいなのがあるんですよ。この1ヶ月ショート動画で頑張りましたみたいな、その何ドルっていうそのアメリカ表記のお金が出るんですけども、それが入ったってことですね、4月に。はい、でこの期間はでも漫才とかを正直まあやってたけど、その大阪に行ったり、そういうなんか別のライブに出させていただいたりしてたんで、お金は一切入らないですね。で、まあ、4月5月ぐらいかな、まあ、多少はちょっと入ると思うんですけども、で YouTube の方には100ドルって書いてあったんですよ。報酬金みたいなのが100ドルって書いてあって、100ドル、まあ、ドル換算で、まあ、多分110何円ですかね、今って分かんないですけども、まあ、それかける、まあ、100っていう感じで、まあ、想像以上にはありましたね。なんかその、もろもろ聞かれたりして、結構ないんかなと思ったんですけども、まあ、発表していきますか。川野翔の野球チャンネル。もろもろ聞かれて、まあ、4月の、川野翔のお給料をちょっと発表したいと思います。13,111円。いや、結構あるんじゃないですか。ちょっと書きますか。はい、まあなんかね、多分お給料も初めて1万を超えましたね、吉本で。はい、まず正直言うと、これはショートハンドで、まあ、報酬金みたいな、でも固定で、まあ、100ドルとか多分1000ドルとかっていう分け方があるんですけども、まあ、YouTube が主な多分収益になるんですけども、僕の来月からは多分ひどいですね。マジで、もうまあまあその時にまた言いますけども、ほんまには多分見てられない。これが僕の今の、約4ヶ月経ってますけど、収益化されて、そのマックスが12月なんで、どんどん下がってるんですよね。うん、まあ上げる本数も多少は減ってますし、ね、まあちょっとこうやって野球ができないっていう多分シーズンもあるんで、まあまあ再生回数はもちろん減ってますし、ショート動画もあんま上げてないという状況の中で、まあ初めての YouTube のお給料が1万円を超えたっていうことは、これ嬉しいですね。うん、で、その一人でやってるから、基本的には分ける人もいないし、うん、まあ山の金融は結構出てくれてるんでね、最近もう収益化されてからは多分山の金融ばっかなんで、まあ、山の金融にはちょっとご飯連れていこうかなと思いますけども、どうですか、思ったより低いもんなんですかね。その見てくれてる方は多分芸人さんとか、その役者さんとかでは多分基本的にはないと思うんで、どうですか、月収これって考えると怖くないですか。その会社の給料がね、そのバイトとかもちろんしてますけども、会社の給料はこれですから、うん、ちょっとこれは世知辛いですよね。で、なんか僕もどの口座に入れたか分かんないから、お金がどこにあるか分からないっていう。悲しい、ほんまに。でもね、結構僕 LINE とかで聞かれるんですよ。なんかその広告がつき始めたから、その広告ついたやんとかっていう、結構 LINE が来て、どんぐらいお金入ってるんって言われるんですけども、まあ、僕も知らないから言ってなかったんですけど、まあ、ここで初めて分かりますよね。まあ、僕の、YouTube の1ヶ月の収入、多分マックスがこれですね。うん、ここからもっとショート動画とか多分頑張らん限り、ずっとマックスがこれです。はい。これはもう、1日で稼げるレベルですよね。正直。
バイトとか頑張ったら一日でこれはたまる額ですね、正直。うん、まあでもこうやってお金が入ることのね実感はいいですよね。なんかもう昔そのコンバートというコンビを組んでる時に、まあ、その時はその漫才とかで初めてお給料もらったんですけども、まあ、別でねその入るっていうのはやっぱ嬉しいですし、うん、まあだからもっとやっぱテレビとか出たらね、これ額がどんどん、まあ、桁がね2個3個とか増える、ね、可能性はあるんですけども、まあ、とりあえずはやっぱこの YouTube も大事にしていきたいし、うん、昨日もやっぱあるあるね、鳥取城北のあるあるを上げて結構コメントも DM も結構来たんで、まあ続けたいしね、うん、まあその代わりやっぱテレビは一番出たいですね。まあなんか今相方の森田がねネタ作ってくれたり頑張ってくれてますけども、やっぱりテレビに出たい。まあネタでもバラエティでも、まあ、野球に関係でもねいいですし、やっぱテレビに出たいという思いがもうめちゃめちゃ強いから、うん、そこはちょっとね、うん、今年まあ3年目だったんで、まあ頑張っていきたいなと思います。で、3年目の抱負とかもね、やっぱり言おうと思ったんですけど、この、明細が振り込まれたら僕はやりたいなと思って。ここでね、ちょっとね、今年の抱負、うん。まあ皆さんはね、ちょっと多少低いとは思うでしょうけども、まあ、テレビに出る。まあ1本でも、10本でも、100本でもいいからもう、とりあえずテレビに出て、ツイッターのフォロワーを増やすってことですね。で、去年はね、明確に数字で目標を持ってたんですけども、今年はやらないです。なんでかというと、僕の、ソウルナンバーの3なんですよね。3年目、3なんですよ。3が好きということで、この3年目はね、もう自由にやろうじゃないかと。数字にとらわれずに、自由にやる。これがモットーです。ただその、大まかな目標を作ると、やっぱテレビに出るとか、まあ、そういう M1 とかはありますけど、もう数字は、今年はやめときます。はい。この3年目はね、ちょっと、まあ、マックスの成績というか、マックスの頑張りを見せたいなと思っております。その代わりだから昔ほど YouTube は、カッとはならないかと思いますけども、まあ、それなりに、やっぱ、見てくれてる皆さんもいるので、頑張りたいと、思っております。ね。はい。バイトの数もちょっと減らしていっていいんじゃないかと。正直ね、もうバイトも、僕もバイトとか別に嫌いじゃないですけども、まあ、やっぱり芸人とか、その卵のね人って、その芸能の卵の人ってやっぱバイトを辞めることが目標であるんですよね、うん、だからこの目標を達成できるようにね、まあまあ7年目ぐらいまでにはバイト辞めたいかなと思っておるんで、はい、ちょっとそのね、まあその一歩一歩を踏み出していけたらなと、そういう一年に、したいと思います。なので皆さん応援よろしくお願いします。まあ、ちょっと今日はね、野球チャンネルやのにちょっといやらしいお金の話になりましたけども、はい、まあ、こういう感じで、吉本から、お金が、いただけるということでね、ちょっとそれを発表できたらなと。いいんかな？ごめんなさいね。もしあかんって言われて怒られたらすぐ消すんで、はい、そこの辺はご了承くださいね。はい。はい、じゃあ今日はこの辺で終わっときたいと思います。何かありましたらインスタの DM にてお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日はこのところで、バイバイ！ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。また SNS は概要欄から飛んできてね。